動いてましたねププリミティアプレイヤーエールです今回は天空の城ライプターに出てくるロボット兵を作ってみようと思います。よく巨神兵と間違えられますが、巨神兵はナオシカに出てくるでっかいやつ。ロボット兵はライプターに出てくる小さめのやつです。なんとかあの独特の雰囲気を再現したいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう まずは、足を動かす仕組みから作っていきます。ベアリングを組み合わせて、暴れるベアリングの動力で、2本の足を交互に動かす仕組みにしました。このように組み合わせるのが、一番スペースを取らない組み合わせ方だと思います。では、試しに動かしてみましょう。うん、ちゃんと交互に動いてますね。木の板を透けるとわかりやすいです。 では、こちらに木の板とペアリングを組み合わせたロボット兵の足を作っていきます。ペアリングは2個をワンセットとして使い、バネのようにしなる構造にしてみました。よし、大体いいできたので、動かしてみましょう。そのまま固定を解除してみると、おっと、すぐにこけてしまいました。子供が地面でタダをこねてるみたいになってます。足のバランスが悪いみたいなので、 改良していきましょう。足の形を変えながら何度も試していますが、なかなか立って歩いてくれません。これだけ足を立てながらにしても倒れてしまいます。ですが、これを私の力で立たせてみると、おー、なんとかバランスを保って立っています。足踏みはしていますが、ほとんど移動していませんね。でも何度かすれば立てることは分かったので、 このまま上半身を作っていきましょう。木の板を組み合わせて、ロボット兵の丸い形をイメージして、体を作っていきます。2箇所の出っ張りと、真ん中の赤いところも再現してみました。そこからさらに、腕の部分を作っていきます。ロボット兵は、腕が地面につくくらい長くて、関節がいっぱいあるのは特徴なので、足と同じように、ペアリングと木の板を組み合わせます。 それっぽくなってきましたね。その先に手をくっつけます。手は結構大きめなので、木を組み合わせて作ります。よし、手が出来上がりました。くっつけましょう。そして最後は頭を作ります。砲弾型の輪郭と、左右がちぐはぐな顔のデザインも何度か再現してみました。これをつければ、はい、ロボット兵の完成です。 腕にトゲトゲのある戦闘タイプではなく、お城の庭にいるおとなしいタイプですね。早速動かしてみましょう。おっと、後ろに倒れてしまいました。ピクピク足が動いているので、ノックアウトされて痙攣してるみたいです。上半身をつけたせいで、バランスが崩れてしまったみたいなので、ドローンの力を使って改良していきましょう。 胴体の中に、ドローンを16個内蔵してみました。これで見た目を崩さずに、足への負担が減るはずです。今度はどうでしょうかうーん。前のめりに倒れてしまいました。足もペクペク動いていて、なんだかかわいそうですね。普通に立たせるのは難しそうなので、バランスを取るための棒を背中にくっつけます。 見た目は悪くなりますが、しょうがないですね。先にはタイヤをつけているので、スムーズに地面を転がってくれるはずです。では、試してみましょう。うーん。前の間りで倒れるパターンです。私が後ろから引っ張っても、全然起きてくれません。重心が前に傾きすぎてるみたいなので、もっと背中の棒を長くしてみました。今度はどうでしょうか うーん、これくらいじゃダメみたいですね。もっと大体に長くしましょう。ここまですれば、さすがに倒れないと思います。試してみましょう。うーん、前には倒れませんでしたが、少し横にふらついた後、その場に座り込みました。足に負担がかかりすぎてるみたいです。 ここで、もっと雰囲気を出すために、草を使って、デコレーションをしてみました。本物は苔が生えているので、その再現です。うん、苔がついて古びた感じが、このプリミティアの世界とマッチしてきたんじゃないでしょうか。ついでに、後ろの棒に石もつけて、もう一度動かしてみましょう。おっと、横にゴロンと転がってしまいました。猫が人に甘えるときみたいです。 私が引っ張ると、何とか起こせましたが、足が変な方向に曲がってしまっています。これでは歩くことはできませんね。もう少し改良していきましょう。足を延長して、前後に広くしてみました。これならバランスが良さそうですね。早速動かしてみましょう。おー、今度はちゃんと立っています。歩いてはいませんが、ちゃんと暴れるベアリング動力で振動しているので、 ダンスを踊ってるみたいになってますね。これはこれで面白いですが、ちゃんと移動するように改良していきましょう。後ろの棒にドローンをつけて、前進する力を加えてみました。全部で12個つけたところで。おー、前に進んだと思ったら、そのまま前のめりに倒れてしまいます。 足の裏の摩擦が強すぎて、引っかかってしまったみたいですね。引っ張っても起こせないので、足の裏の摩擦をなくすために、ベアリングのタイヤをつけてみました。これなら滑って進んでくれそうですよね。試してみましょう。よし、バランスよく立ってます。そして後ろの棒の先に、ドローンをつけると、 おー、前に進み出しました。歩いているようには見えないですが、移動には違いありません。途中で倒れそうになるので、私の力で支えています。それでも、ドローンの力のおかげで、なんとか動いてましたね。ここまで動けるようになったご褒美に、私からプレゼントをあげることにしました。スライムの肉煙と草で作ったお花です。はい、どうぞ。 うん。ロボット兵には、やっぱりお花が似合いますね。次は、私がコントロールできるか、試してみましょう。運転席をつけて、乗り込んでみます。おー、私が運転席を持ち上げる力で、なんとか倒れずに持ちこたえています。でも、バランスを取るのがやっとなので、自由に移動するのは難しいみたいです。しばらく頑張りましたが、倒れてしまったので、またドローンの力を借りて、 改良していきましょう。ドローンを組み合わせた運転席を作っていきます。ドローンを36個使っているので、胴体の中と合わせて52個になりました。さすがにこれなら、ちゃんと操縦できるんじゃないでしょうか。試しに、私が乗らずに動かしてみましたが、これだとドローンの力のせいで、逆にバランスが取れなくなってるみたいです。 やっぱり私が乗って運転する必要がありそうですね。では、試してみます。うん、速度は速くないですが、なんとか私の力で動かすことができています。ですが、結構運転が難しいので、途中でこけてしまいました。後ろの棒を取るとどうでしょうかおお、軽くなった分、それでも普通に立てていますが、移動となるとうまくいかないみたいです。 やっぱり棒がある状態で、しっかりコントロールするのがいいみたいですね。今度は、今までより慎重に操縦しているおかげで、かなりの距離を進むことができています。結局倒れてしまいますが、その後も何度も練習していくと、かなり安定して歩けるようになってきました。こうやってなんとか段差を降りることもできています。そのまましばらく歩いて倒れてしまいますが、ここまでできれば十分でしょう。 早速武器をつけて巨大スライムと戦ってみましょう。この腕の動きがどうダメージを与えてくれるか楽しみです。私が操縦して巨大スライムに近づいていきます。接近して射程距離に入りました。でもこちらの攻撃はダメージになっていないみたいです。 なんとかスライムを固定している板は壊せましたが、スライム本体にはほとんどダメージを与えることができずに弾く力で破壊されてしまいます。もう一度戦ってみましょう。今度はなんとかスライムに張り付いてダメージを与えようとしていますが、結局壊されてしまいました。次こそ負けませんよ。しっかり設計して武器をヒットさせようとしますが、いや 腕が弾かれました。バネが効いていて、いい動きをしてますね。そのすぐの後に、私もロボット兵から落とされてしまいますが、ロボット兵単独でも戦いを続けています。あちゃーん。間違えてひっくり返してしまいました。倒れたロボット兵に、巨大スライムが追い打ちをかけようとしてます。しかしその時、やったー ロボット兵の伏せみの一撃で巨大スライムを仕留めました。I イっぽくなってしまいました。こちらを見てください。ちゃんと私が開けた花を手に持ったままです。これに免じて勝利としてあげましょう。はい、そのまま腕が取れてしまいました。しょうがないので仕留めたスライムと一緒に燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。 うんいい感じに燃えてますね。スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またねーるー